皆さんこんにちは、竹澤勝也でございます。突然ではございますけども、2019年8月3日土曜日に秋葉原にある森平楽器さん本社にてアコギの試奏会を皆さんと一緒にやってみようかなと思います、というイベントのお知らせでございます。もう参加費無料でいろんなアコギが触れるイベントなんで、ぜひ遊びに来ていただきたい。いろんなね、このグレードクラスのモーリスギターをこうバーッと並べて、もう実際にその触っていただいて、音の違いとかを楽しんでいただいて、で僕も合間にそのデモンストレーションみたいなことをして、そのね音を楽しんでいただいて、でなおかつびっくりすることに、その長野の工場にいつも勤めてらっしゃる職人さん、ルシアさんが来てくださって、モーリスギターの魅力とか、そのブレーシングとかうんたらかんたらっていう、この技術的な部分とか、そういったものも語っていただけるっていう感じの、イベントでございます。もうたくさんモーリスギターを楽しんで詳しくなっていこうぜ、わーっていう感じのイベントでございます。で、こんな話をすると、へいへい、参加費無料とか言ってるけども、イベント終わった後になんかいろいろとグッズとかギターとか売りつけられるんじゃないのって思ってる方結構いらっしゃるかと思うんですが、その点は本当全然ご安心くださいませ。本当に単純にもうみんなでこうねバーッと弾いて楽しもうっていう、それだけの、イベントでして、むしろその場でこのギター欲しいですって言われても販売会ではないんで、多分購入できないっていう感じの、本当にその単純にいろんなね、ギターを触っていこうというイベントでございます。で、そのいろんなギターが触れるからさ、もう単純に弾いてても楽しいと思うし、その聴くだけでも楽しいと思うし、で、その職人さん、ルシアさんにそのアコギの質問とかね、このアコギってこういうことなんですか、こういうことなんですか、ブレーシングって何ですかとか、ネックってどうするんですか、ロットって何ですかみたいな感じでぶつけたりとかすると、もう職人さんがね、もうすごいバーって答えてくださると思うので、音聞きたい、弾き比べたい、アコギに詳しくなりたい、アコギに関する質問がある、もうこんな方をですね、もう全員来ていただきたい、もう本当来ないと損というレベルのイベントでございます。参加費無料で、なおかつ先着15名様っていうね、もうすごいめちゃめちゃ狭き門のイベントなんで、本当にもうぜひぜひぜひ遊びに来ていただけると幸いでございます。で、そもそもなんでこんなイベントになったかっていうと、僕がその先日 MXR の、 カーボンコビーミニっていうエフェクターを動画で紹介させていただいたんですが、その時にその担当の方と森平楽器としてなんかこう竹谷さんと一緒にこうねイベントやったりとか企画できたりとかしないですかねみたいな話をしていただいて、あ、そしたらじゃあ僕モーリスギターとかの弾き比べの動画撮りたいっすみたいな感じで始まったんです。で、その弾き比べの動画とか撮りたいっすって言ったら、森平楽器さんが、じゃあちょっとルシアさん呼んで、そこでこういろいろ話したりとか面白いかもしれないですねっていう感じになって、そしたらじゃあもっと本数揃えた方が面白いかもしれないですね。でもそんだけ本数揃えて、その動画撮ってはい終わりってのもったいないっすよね。じゃあどうしましょうか、人呼びましょう。っていう流れなわけですよ。だから本当そもそもね、その別に何かを売ろうとか何かをこの販売しようって、そういうのは全然なくて、単純にもう場所があって、僕がいてルシアさんがいて、なおかつそのギターがある、じゃあなんかどうしたらいいかなっつって、考えた結果、視聴者さんに遊びに来てもらおうっていうなった結果でございます。もしこれが大好評でまたこう人気イベントになってきたら、もちろん2回目3回目4回目と、続く可能性もたくさんあるんですが、もしかしたら1回終わってしまうかもしれないんで、ちょっとでも興味があったら、う、秋葉原土曜日行けなくもない、ちょっと、聞いてみたい、モーリスの音聞いてみたい、弾き比べてみたい、聞き比べてみたい、ルシアさんと会ってみたい、竹谷さんと会ってみたいって、ちょっとでも思ったらぜひ参加をご検討いただけますと幸いでございます、というお知らせの動画でございます。参加方法、先着15名様限定です。まずで、もちろん参加費は無料なんですけれども、その条件というのが、7月の20日土曜日午前10時から受付開始ということです。で、ちょっと条件が一つだけあって、そのね、皆さんがね、その LINE を使ってくださってるっていうことだけが条件です。 LINE を使ってくださってる、なんでかっていうと、その7月の20日土曜日午前10時にこの予約受付スタートですって言った時に、その専用の、今回のそのモーリスギター試奏会専用の LINE アカウントがあって、そこだけで受付をするんですよ。なんで条件としては LINE アカウントを持ってくださっていること、これだけでございます。あ、俺、あれ、LINE アカウントを持ってるぞっていうふうに思った方、ぜひ、参加をご検討いただければという感じでございます。概要欄の方に、そのホームページのリンク、その僕が説明文バーッと書いたリンクを貼っておきますので、そちらを読んでいただいて、友達登録をしていただいて、ちょっとスタンバっておいてくださいませ。友達登録をするだけだったらね、全然すぐできますので、とりあえず登録をしておいて、で、注意事項みたいなのをバーッと読んでおいて、申し込みフォームに記入をしておいて、7月20日の午前10時、土曜日ですよ、土曜日の、朝起きてね、ポチポチと準備をして、午前10時になったら送信をバッと
押す。これがまず、皆さんにやっていただきたいことの一つでございます。でこちらからね、森平楽器さんの担当さんから、スタッフさんからですね、今回のイベントのスタッフさんから返信があったりとかしますので、そこでこうワヤワヤとしていただいて予約は完了って感じでございます。本当もう15名様だけのめちゃめちゃこう狭き門なので、ちょっくら気合い入れて、7月20日の土曜日、午前10時にスタンバイをしていただけますと幸いでございます。で、さっき言ったように、もしそこでそのあぶれてしまっても、めちゃめちゃこうニーズがあったら2回目、3回目、4回目と、たくさん続いていくようなシリーズにしていこうかなと思っておりますので、そこでもまあ、漏れてしまっても、がっかり、しないでください。漏れてしまっても、ちょっと次回希望です、次回熱望します、みたいな感じでメッセージいただければ、僕もスタッフさんも、次やってみようかなという感じになりますので、漏れてしまっても、がっかりしないで、くださいませということです。ではバリバリと喋、ってしまいましたけれども、2019年8月3日土曜日、夕方4時から、森平楽器さんを本社にてモーリスギター試奏会 with 滝沢、ぜひ皆様のご応募お待ちしておりますので、ぜひホームページの、URL をチェックしていただいて、7月の20日土曜日午前10時を待ってくださいませというお知らせでございます。そんな感じでは、また違う動画でお会いしましょう。もしくは8月3日当日会場で会おうぜなんつってね。まあとりあえず分かんないことがあったらね、その LINE アカウントの方に投げてくださいませ。 LINE アカウント持ってなくても、まあこの機会にちょっくら作っていただけますと、幸いでございます。それではまた違う動画でお会いしましょう。長々とありがとうございました。バハハイ、さよなら。